紹介するのは現在放送中のテレビアニメポケットモンスターサン&ムーンゾね。アローラ地方を舞台にサトシとピカチュウがポケモンスクールの仲間と大冒険を繰り広げるゾね。それがなんとアニメ20周年を記念して兄貴&姉貴必見の超絶スペシャルな内容で放送されるゾね。試合で大活躍、一体どんな活躍、これから紹介するアニメ激アツポイントにヒットが隠れてるぞなよ。激アツポイントその1、サトシ最初の旅の仲間タケシとカスミ登場ぞ。ポケモンスクール開校20周年を祝して特別な課外授業を行うことになったんだんごろ。行き先は関東地方だ。地方を飛び出しサトシとピカチュウの故郷関東地方へ行くことに。おーいタケシー、そこで再会を果たすぞな。おお美しい、なんと美しいキャビンアテンダントさん。9月14日21日2週連続放送。